しかし、まだ始まらぬ会議よりも何十年も揺らぐことのなかった四皇ビッグマムに牙を剥いた若き海賊麦わらのルフィのニュースに世間は色めき立っていた。新聞にはこうあった。ある関係者の話では、麦わらのルフィはすでに強力な7つの海賊団を傘下につけており、5000人を超える子分を持つ大船長だったという事実。エースに続き革命軍のナンバー2サボと義兄弟だったという話題性。悪の軍団ジェルマ W6、太陽の海賊団、ファイアタンク海賊団をその場で従えた常ならぬ人望と統率力、計算され尽くした作戦で女王の城を破壊した頭脳、8億と10億を超える幹部を倒す強さ。この一件はもはや麦わらのルフィの勝利である。そして記事は最後にこう締めくくられている。5番目の海の皇帝現る。何が5番目の皇帝じゃ。悪の海賊どもが四皇者の五皇者の勝手に浮かれとったらいい。わしが元帥でおる限りお前らの好きにはさせん。